はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今月のこの How to do が動画はですね、このバンダの根っこを使ったアレンジメントを紹介したいと思います。まあね、このバンダの根っこ、こんなのどうやって使うんだとかどうすんだっていうね人が多いんで、まあどうすんだって言うんだからこうするんだっていうアレンジを作っていきたいと思います。実際ね、まあ確かにこうパッと見だけではどうするんだかよくわかんないバンダの根っこですが、結構素敵なアレンジメントが出来上がるんで、楽しみにしていてください。ではですね、今日使っていく飾りをまず紹介していきます。どうぞ。バンダの根、苔梅の木、花水木、カラー、赤バラ、ダリア、グロリオサ。はい、ではこれからアレンジメントを始めていきます。このアレンジはね、フォームをフローラルフォームを使わないで制作していきます。まずですね、はい、こちらバンダの根っこですね、これをこれワイヤーで軽く巻いていきます。これね、アルミワイヤー使ってます。アルミワイヤーでこのようにところどころね軽くこう留めていけばいいです。こんな感じで何箇所か巻いたらこれを器に入れます。こういうような感じですね。そしてここでまたアルミワイヤーで軽く縛ります。このような感じですね。はい、そしたらですね、ここに梅の木をね入れていきましょう。はい、このような状態になります。はい、次にこの花水木を入れていきます。はい、このような状態になります。はい、次にこの赤バラを入れていきます。赤バラある程度長さ切って入れていきましょう。もうこのバンダの根っこは花留めになりますから、このような状態で下までつくようにしてください。下までついてないと、水を入れた時にね薄い、水をたくさん入れないと水がつかなくなってしまいますので、まあ、水盤の場合なるべくねこう薄く入れた方がかっこいいので、なるべくこう下の方に、まあ、必ず下のね器の底にステムがつくようにしてください。はい、こちら赤バラが入れ終わりました。はい、次にこのウーリーブッシュをね少し根元の方に入れてみましょう。
はい、ウーリーブッシュが入れ終わりました。はい、次にこのカラーを入れていきます。カラーはしっかりとこうねカーブを先に作って、長さをね整えてから入れましょう。はい、こちらでカラーが入れ終わりました。最後にこのエアプランツをね中に入れます。はい、こちらでエアープランツが入れ終わりました。こちらでこの作品は完成となります。今月の作品はいかがだったでしょうか。こうフォームをね使わない作品っていうのもたまにはいいかもしれませんね。結構ねこのバンダの根っことかそういうものはこう花留めの代わりにもなりますので、実際ねいろいろと使って制作をしてみてください。で実際にやはりこう見てるだけではなくてやってみて初めて習得できるものもありますから、ぜひね一度は制作をしてみてください。ではですねまた次回お会いしましょう。 See you next time.